おはようございます。おはようございます。私たちはただいま栃木県鹿沼市に来ています。来ています。今日は標高328メートル、お、完璧さっきググった岩山に登ります。はい、はい、で、岩山は何神社？吉田神社？日吉やば、日吉神社っていうとこから入っていくんですけど、日吉神社は駐車場は あるんですけど止められないので徒歩20分ぐらいの駐車場に止めました。そんな歩きました？なんか感じなかったね。私たちなんかなんとかハイキングみたいな道に来たら10分ちょっとで来た感じが、うん、ゆっくり歩いたけど、うん、今日は千葉のマッターホルン、うん、伊予ヶ岳に引き続きまして、はいはい、りょうこちゃんと壁を登りたいということで、壁担当です標高は低いんですけどアスレチックのような道が楽しめる岩山というところに連れてきてもらいました。イエーイ。はい、で、こちらがその吉田神社ですね。こっちかな、ね、楽しく登っていきたいと思います。今日のコースは、うん、今ここ11時42分、頂上まで1時間30分前後、うん、で、その間に3番岩、2のたるみ、2番岩、1のたるみがあります。で、ぐるっと回って3時間前後の予定です。はい、すごい山道、100均の軍手。だってもう馬だよ。そうだね。でもあれで行くのに行くのに、あっちもあるよ。はまりながら行くコースか、うん、ポンポンって行くコースか。誰かが階段作ってくれてる。ステップが、うん、あー、うん、え、これ登るの楽しそう。左って落ちたらなんか木もあるし。私も手袋はめていこう。すごいんですけど、ちょっとこの上がね、角度すごいね。ね、楽しいでしかないね、これ。これはすごい。後ろ重心にならないようにだけ気をつけたら角度的には大丈夫な気がする。クライミングしてる人たちがいて、私たちはこっち。ほとんど直角の岩。自分が多分45度ぐらいになれるから、見た目よりそうでもないんだね。かっこいい。足の奥まで困る。そんなに怖いとかじゃなくて楽しいのレベルじゃない？そうですね。登ってる時は前だけ見て、ね、後ろは見たくないし。しみそ。ここから来て、よいしょ。すごい赤いリボンかかってるからこれが道なんだね。うん。いやー、りょうこちゃんかっこいいよ。こっちだな、多分。すごい。で、あそこの上にベンチあるからね、あそこで休憩しろってことだよね。本当だ。どういうこと？いや、りょうこちゃんも今どういうことって感じで。うちクライミングの人がいる。かっこいいね。うえ、なにこの感じ、すごい。めっちゃ怖いね、ここの椅子。なんでここに立てたんだろう。映え映えてるよ、めっちゃ。よいしょ。わー、なにこれ。このベンチの場所がおかしい。大丈夫そう、大丈夫そう。これ神社、
あ、こっちから来れたんだね。ねえ、来れた？これ、うん、分かんなかった。道あった？あ、なんかいろいろ道がある。こっちも行ける、こっちも行ける。赤いやつが道印だから。道が開けてる方いいんですよね。リボンがついてるやつでいいの？うんうん、リボンを見せるっす。私ちょっと山に詳しくなっただからみんな登るんだ。3倍は275メートル。すごい。3番イエーイ。結構絶壁です。3番で降りるのね。倒れるかな。いけた。初めてのはしごだけど登んなくても全然行ける道がある。登ったところであっちの方が行きやすいかもしれない。次ね、もっと長いはしごが出てくるから多分練習じゃない？はしごの練習ね。うん、何事も練習大事。じゃあ私も練習しとく。2個目のベンチ、なんかまだ3倍岩についてないことになってて、今2のたるみを通ってるつもりなんだけど分かんない。 GPS がどうなってるのか。はしごって降り方がよく分かんないね。あー、ここ登ってきてもいいね。登ってきたね。運動神経抜群だったね。いやいやいや、穴があったんで。そこに穴があったこっち、うん、あ、こっちだ。危険って書いてある。ない、ま、普通の登山だったらよいしょってきてこっちか、うん、こっちだと思うけど、うん、こっちだった。時間が分かんない。これ道です、分かるから。うん、後ろに反らなければ大丈夫だ気がする。ここ登ってきた。岩登りました。来た、長いはしごよいしょ。こっちから登りたくなるけど。いいよ、行けるなら。いや、無理無理だな。途中からちょっと怪我だけ気をつけてもらって、ね、はい、確実に一段ずつ登ります。なるほど、横からね。うわ、高っ。うわ、絵面が怖いね。登ってるときは全然怖くないけど、そう、登った後がちょっと怖いかもですよ。かもですよ、怖いかもですよ。本当に、あの階段からの降り方、降り方右足外に出してそうなるよね。私が真ん中とかに出したら、いつも降りるでいいのかな。よっ、おお、びっくりしましたね。ドン引きする景色が待ってたよ。伝わらない。やば。伝わんないと思うこれ。
なんかすごい岩登りまくってるみたいな、まさか後ろ向きで降りてきた。3個目ベンチ、二のたるみ下山。やっぱり今歩いてるの二のたるみなんだね。私たちちょっとキャッキャグフフしてゆっくり来ちゃってるからあと山頂まで50分ぐらいだ。いやここまで1時間弱、楽しみ、楽しみすぎちゃった楽しい楽しいんですけど、今年一楽しいんですけど、ずっと岩よこの山。ちょっと鎖があった。ほんとだ、りょうこちゃんひょいひょいだ私どっこいしょできたやっぱね足の長さ大事だよね。あ、ま、マシンピラティスね、毎日行ってるからね。二のたるみ、これから二番岩。ふぅ、行くぞ。これは果たして二番岩なのか。ちょ、違かった全然違かった、何もなかった。何だろう今高さはそんな高くないんですよね。そう、そうだよ、登ったり降りたりしてるだけだから私たち。あと30分で頂上です。やっぱ手袋してると岩の感じがちょっと違うよね。素手の方がいいかもしれない。こっちじゃなくて、あっちだな。戻ってきた。そうですよね、そりゃそうだ。じゃあこっち？こっちかな。ん？ロープ。よいしょ。よいしょ。ずっと岩なの。だからね、道があっても間違って岩の方に行っちゃってね、一個いらない岩登ってきた。目印は左になってるんですけど、右にも完全に違うな。みんな迷子になったんでしょうね。なんでここがコースだと思ったんだろうね、一番最初の人。これはそっち、そっちだな。あっちにマークあるよ。はい、下ですね。うん、また変な岩に登ってる。あ、鳥がある。うん、どうだ。あ、紐もある。あ、好きな方で降りていいんだ。うん、鎖とロープ。危険、立ち入り要注意、猿岩鎖場は大変危険です。うん、十分注意してください。はい、上まで見に行くだけ見に行く、それとも下から見上げる。猿岩私たち今日やらないけど、見に行くは行けるんだ。行ける、戻ればいい。サルイは登り、あ、降り始めるともう登ってこれない。え、見に行きましょうよ、せっかくだって、せっかくだから行くか。ん、おかしい。いいな、じゃあどうぞ登ります。はい、うん、普通の山でこういうとこ出てきたらえってなるけど、慣れてきたね。山がラストスパート感ちょっと出してきてるよ。角度がおかしい。今山 328.2m、 一番岩来た来た。これ登ったらいいんでしょ。もうなんか見慣れたね。うん、全然いける感じがするね。行きましょう、行きましょう。道もあるけど。本当？やった！最後の岩を登る。マジか。よいしょ。本当、うわー、うん、
栃木百名山、岩山328メートル、登頂しました。イエーイ。記念の木肌800円で買えるんだって。ここに置いてあるの？うん。うわ、本当にノートがある。あ、キーホルダーはないね。これもしかして、あ、それなのかな。え、違う違うね。うん、みんな買っていったんだ ね、ね。みかん、ニョキ。はい、ということで、はい、とっても楽しい岩山を山頂でご飯食べまして、はい、1時間15分ぐらいで下まで着けそうな予定なんですけど、岩楽しくってどうなるか分かりません。で、猿岩も上からチラッと見ていきたいと思います。はい、下山は膝気をつけて、あの膝大事に、はい、行きましょう。はい、では下ってきまーす。うかいって書いてる。さっきのうかいのところ端っこからちょっと来たんですけど、看板っぽいのがあって。何があるの？よいしょ、これだ、うん、噂の壁。まず降りるじゃん。よいしょ。これはね、見て見て、この先約70メートルの崖、引き返し迂回不可。本当だ。なんか50メートル手前のあの分かりやすい迂回ってとこですね。うん、に戻るけど、ちょっともうすでに怖くて覗けなくない？この先がどうなってるかですよね。これ垂直なんだ、どうも。でも木とかがあるから意外と救急できそう。じゃあそれが本当にできるのだかどうかやっていただきましょう。もしくは下で確認しましょう。そうか、下からも見られるんですね。迂回したら下通っていくんだって。うふー、楽しみ。じゃあ戻ろう。戻ろう。このあ、自分のロープ引っ掛けて降りる人よ。クライミングちゃんとやってる人には必要なロープなんでしょう ね。ここ登るのが大変ですよ、マーダーゲイツさん。ファイチ。戻るのも大変だから気をつけて。えかい、エスケープボイチ。ここまっすぐ行くと猿岩チラって覗けます。エスケープルート結構急。そうなのよ、噂によると結構急だから膝大事にしてこう。こっちも岩下りですね。そうなの、膝が弱い人はちょっとね、危ないと思う。ね、見て、道に見える？見えない。ねえ、これ道？道に見えないんだけど、本当にやってる。それは鎖場の下だね。そう、鎖場。あとそっちにも降りてこれる。そうね、重いね。重い。登れるかもって言ってる。なんか意外と休憩ポイントたくさんありそうだから。降りて来られそうですよ。見えないけど。立って。さっきから何回もやけど道なの？これは道なんだね。ハイキングコース迂回路って書いてるね。さっきのとこは別の登山口みたいです。ゴルフボール。あっちから飛んでくるから気をつけて。これもめっちゃ飛んできてるじゃん。あそこも、ここ危ない。ここ、ここ早く通り抜けないと頭が危ないね。立ち悪いじゃん。とても道には見えないけどマークがついてる。登ります。今さ、こっちから来た時か。あ、こういうのなんだって、キーホルダー。ここはね、滑るから気をつけて。崖だし
ゴルフ場、裏ゴルフ場だから最接近入れちゃう。なんか平地にデッド、ここどこなんかのどかなとこに出たよ。あっちにおじさんいるここ30分ぐらいで吉田神社だっけ、吉神社だっけ、吉神社吉田さんね、なんか吉田さん、あのすごい大好きだった吉田さん、吉田さん発見、今ここあと20分で日吉神社、二の垂水に行けるんだ、こっから。なるほど、じゃあ二の垂水から帰ってきてもよかったんだね、もう無理っつって。下山のあれか、あったね、あったあった、あれがここだ、ははーい、だってだから疲れたってなったら二の垂水で帰ってきてもいいこれが二の垂水なんだね。うーん、本当だ。お疲れ様、お疲れ様。タイム、はい、3時間23分結構長い、多分キャッキャウフフして休憩もしながらだったからかなあと無駄に謎の岩をそうだね、攻めたねあと距離、はい、4.1キロ、うーん、短い、短いすごい短いで、登りが324メートル。膝がきつい人はちょっと難しいここね。あと軍手とかは絶対必須、ね、必須でなるべくこう手にフィットしてるやつがいいと思います、うん、めっちゃ岩が楽しかったです。楽しかった、ありがとうございます。ありがとうございます、お付き合いいただきまして。こちらこそ岩山、めちゃめちゃ岩でした次はどんな岩に登りましょうか岩限定決まってるどんな岩がいいですか、ね、あでも好きですよ、岩楽しかった。ほんと、じゃあまたなんか岩とか鎖とか、はい、変な山探してあとちょっと4人で行くときよりちょっとなんかチャレンジングな山を探してみようと思います。あの猿岩を下ってこなかったから、うんうん、今回は結構楽だった。おおやばい人がいるあれさ、猿岩下ってたらきつかった、なんか鎖が結構重そうでしたね。あれを自分の体重も支えつつ、本当は私の体力がついていけてたら奥久慈南大山とかに行きたいなって思ってて、ほうほうほう、鎖場だらけの、ところで、だけどまだ私が行けないだろうなって思ってるから、りょうこちゃん多分大丈夫だと思うんだけど、ちょっとずつゆっくり行きましょうちょっとこそ練しとくからこそ練してちょっと体力つけて、いい感じのとこでりょうこちゃんを、はい、連れて行きたいと思います。連れて行ってもらおうと思います私も体力こないとかね備え方はい、そんなわけで今日はこの辺で、はい、やりまーす。じゃあね、またね、後ろあるのすごいよね、体力。町の駅、新鹿沼宿、うん、行きも帰りもここで、うん、お手洗いを置かれて、山直っぽい、うん、150円、でかくとーん、すごい、一人だけ山じゃない人になってる私もああいうの買う